今年初めての方もいらっしゃいますね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。先ほども読みましたけれども、今年のテーマ聖句であるペテロの手紙の2の、1章1節と2節をまずお読みしたいと思います。ペトロの手紙2の1章1節と2節、イエス・キリストのしもべであり使徒であるシメオン・ペトロから、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。今年は新しいシリーズでお話をさせていただきたいと思っております。シリーズイエスということで、イエス様について、イエス・キリストについて、またイエスという人物について、いろんな角度からお話をしてまいりたいと思います。実はクリスマスのアドベントの時からこのシリーズは始まっておりますけれども、アドベントの時にお話しいたしましたイエスの降誕物語は、まだイエス本人がアーともウーとも言っておりませんので、実はこのシリーズのイントロダクションというか、助言の部分ではあるんですけれども、果たしてイエスという人物はどういう人物なのかということを、何か、予告のような形でですね、何度かお話をしてまいりました。で、今日はですね、なぜ今このイエスを知るべきなのか、なぜ今イエスを語ろうと私は思っているのかということをお話ししたいと思います。また、ではどのような方法でイエスを知ることができるのか、そしてイエスを知ることによって私たちはどうなっていくのかということを今日はお話ししたいと思います。なぜイエスを知るべきなのか、これは、もちろんこのイエスという人物は世界の歴史の中でも最もこの世界の歴史に影響を与えた人物として知られております。ですから宗教は関係なくですね、このイエスという人物について学ぶということは大変有意義なことで、別にクリスチャンでなくてもこの方について勉強している、あるいはこの人の書いたものに、この人は書いておりませんけれども、この人について書いた聖書について勉強している人は世界中に、たくさんおられます、大勢おられます。しかしただ単なる情報として、あるいは教養としてこのイエスを知ろうと言っているのではありません。もちろんそれも大変有意義なことでありますけれども、私がここでそのイエスについてお話ししたいと思っているのは、この人こそ今私たちに必要な人であるから、いや、この人だけが私たちに今必要な人物だと私は確信しているからなんですね。他にも私たちの人生に影響を与えてくれるであろう有意義な人物は大勢おりますけれども、しかしこの人以外の人々のことについて学ぶ時間があったら、一つ今年はこのイエスという人物に集中していこうじゃないか、そういう思いでですね、これは私自身にも課している課題でありますけれども、もっともっとイエスという人物を知っていきたい。今西暦2004年であります。21世紀に入ってもうすでに5年経つわけですけれども、この世の中はますます混乱して複雑になって、そして動揺しているっていう感じがしますね。何が正しいのか、どこに向かっていけばいいのか、誰にもわからない。政治家もまた教育者も大変今困っています。どちらの方向を目指していけばよいのかっていう、このはっきりとした道が見えないですね。ただなんとなくこちらがいいんじゃないか、あちらがいいんじゃないかと
を持って手探りをしているという感じです。でも私たちはこの聖書を通してこちらに行けばいいんだというはっきりとした目標を持って知っております。それがこのイエスという人物で、もちろん聖書全体は神から与えられた言葉としてクリスチャンは信じて教会は信じておりますし、これ全部をですねお話ししたいというところではありますけれども、この聖書の話を全部語ることはとてもできませんし、実はこのイエスという人物の中にこの聖書の教えは凝縮されているんですね。で、人間というものは言葉であれこれ説明されるよりも実際にやってみせてくれた方がはるかに分かりいいということがあるんですね。イエスという人物はまさにこの聖書の言葉を実現した方なんですね。ですから彼のことを学ぶことにより、彼を知ることによって聖書全体を知ることにもなるわけなんです。そうか、そういう簡単な方法があったかと思わないでください。もちろん聖書はしっかり読んでいくべきものではありますけれども、しかし読んでもなかなかわからなかったものがこのイエスの姿を見ることによってその輪郭がはっきりしてくる、その骨子が、その目的が、その目標が、その姿が明らかになってくるということが大いにあるわけですね。そういう意味でこのイエスを知っていこうではないかという願いであります。ではどのような方法でこのイエスを知る、ペトロがここで神と私たちの主イエスを知ることによってとこう書いてあるんですね。知るという言葉を使っておりますけれども、この知るという言葉は単に情報を集めていくということではありません。最近は本当に高度情報化社会で、私たちは知りたいと思えばですね、どんなことでも知ることができる。インターネットを使ってパソコンを使ってもちろん文章を使って知りたいなと思えばどんなことでも知ること、山ほどの情報を集めることができますね。知るというのをそういうただ情報が集めてるだけで知った気になるということがあるんですね。なんかああいうこと知りたいなと思っていろいろこう情報を集めたらなんか知ってしまったような気になるということがありますけれども、それは本当に意味で知っているということにならないですね。このギリシャ語の知るという言葉は、知る、単に知識として知るということだけではなくて体験するということを含んでいます。例えば泳ぐということをですね、その本でいろいろ情報として私たちが調べる、どういう泳ぎ方があるかとか、どういう形で、泳げば早く泳げるかとか、情報として集めることができますね。じゃあそれをいざドボンと飛び込んでですね、その通りできるか、世界一のスピードで泳げるか、とてもできないですよね。結婚についていろんなことを勉強してですね、結婚とはこういうものだ、こうすればうまく結婚生活はいくんだ、そういう本がいろいろ出てますけれども、じゃあいざ結婚してみてその通りやってうまくしたら絶対にそういうふうにはならないんですね。うちがどうこうっていうんじゃなくて、それは一般論として言ってるんです。一般論として、ただ知識として知ってるということと実際にやってみるということの違いがね、大きいんですね。でイエス・キリストについて知るというのは多くの場合ただこの情報として聖書にイエスはこういう人物なのか、こういうことを言っているのか、こういうことをやったのか、それをこの知る、もちろんまず情報を集めなきゃいけませんから、それもとても大切なことですけれども、その後はもう少しそのあたりも詳しくお話ししますけれども、ちょっと早口になってますが、今年はゆっくり話をしようかなと、実はホームページの説教を自分で見ながらですね、反省しているんですね。なんか調子が出てくると非常に早口になって何を言ってるのかよくわからないという、自分でもそういうことが起こっておりましてですね、今年はゆっくり話そうと思って講談に立ったんですがすっかり忘れておりました。情報だけではダメなんですね。実際にやってみないとうまくいかないことがたくさんある。イエス・キリストについて知るという、まずもちろん一番良い方法、それは
聖書を読むことでありますが、中でも福音書、新約聖書の最初の4つの福音書は、イエス・キリストについて書かれた世界でたった一つの書物です。前にもお話しましたけれども、大変不思議なことに、このイエス・キリストについて書いた書物は、この福音書以外にはないんですね。なんか変なこう作り話みたいなものはあるんですけれども、信頼できる情報ソースは、この4つの福音書以外にはないんです。では、なぜこのような書物があり、残ったのか。例えば、イエス様の弟子が、この死を懐かしんでですね、あんなこと言われたなとか、こんなことされたなとか、その記憶をもとに、ただなんかこう書き連ねた、そういうような類の本ではないんですね、これは。もともとイエスが弟子たちを集めて宣教した、いろいろ教えた、そして十字架にかかって死んで、聖書は3日目によみがえったと言ってますね。そして弟子たちに現れた。でもその後、天にお帰りになった。弟子たちは、最初はこのイエスのことをお互いにこの情報交換してた。あんなこと言ったよねとか、こんなことあったよねとかですね。で、そのイエスを信じる人たちの集まりの時に、実はあの時こんなこと言われましたよとか、あの時こんなこと言われましたよとか、イエスを直接知っている人物から話を聞いていたんですね。しかし、ただそのイエスのことを知っている人から話を聞いているだけでは、なかなか多くの人に伝わっていかない。また本当にそれはイエスが言われたことなのか、やったことなのか、なんかわからないようなことも起こってきてですね。これはきちっとこのまとめる必要があるんじゃないかということを、教会が始まって2、30年ぐらいして、紀元の50年とか60年ぐらいにですね、教会の指導者たちは考えるようになりました。ちょっとこれは余談めいておりますけれども、ルカによる福音書の1章をちょっと見ていただきますとですね、1章の1節から4節に、なぜこの福音書が書かれたのか、あるいはどういう目的で書かれたのかということが、この福音書を書いたルカの言葉によって非常に明らかに明確にですね、記されております。ルカによる福音書の1章の1節から4節を見ますと、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。これルカがこの後イエスについて書いていくわけですけれども、ここに言われていることは、私たちの間で実現した事柄、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた、つまりこれ最初の弟子たちですね、ペトロでありマタイでありヤコブでありヨハネである、その最初にイエスと共にそれを目撃した人たちから聞いた、そういう話を聞いたイエスについて伝え聞いた、そのことをすでに多くの人たちがこの物語に書き連ねようとしている。話として聞いたものをこれを書き残そうとしていると。で、そこで私もそのことをいろいろと調べて順序正しくこのテオフィロという人にですね、書いて差し上げたい。そのことによってお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたい。つまりテオフィロという人はもうすでにこのイエスの話を聞いていてですね、ただ、いろんな人からいろんな話を聞いていたので、どれが正しいのか、どれが、イエスという人物は一体どういう人物だったのか、どういうことを話し、どういうことをしたのかということがですね、あまりきちっと整理できなかった。そこでルカは自分がいろいろ調べてきちっと順序正しく書いた。これが彼の
この福音書を書いた経緯であり目的であるわけですね。ですから彼は、まあ、ルカはですね、直接イエス様のことを知らないんです。弟子ではないので会ったこともないんです。だけれどもおそらく彼の手元にはこのイエス様が言われたことやイエス様のなさったことを書いた資料みたいなものですね。誰かが書いた小さな断片であったり、あるいは誰かが書いたまとめであったり、ところどころの伝記であったりというようなものがずいぶんいろいろあってですね、でそれをこう寄せ集めて一つのストーリーにこう書いて、そしてイエスという人物はこういう人物だったんですよ、豊広様ぜひあなたが聞いたイエスという人物はこういう人物だったということを確信してほしいということでこの福音書を書いたということなんですね。ですからただ何も考えないで福音書を読んでいくとですね、このいろんな話がなんかあれこれあれこれ書いてあるなという感じがしますけれども、これを書いた人たちはやっぱり何かの目的を持っていてですね、そしてこういう人たちに読んでほしいとか、こういう事柄に注意してほしいとか、これを読んでこういう結果を見てほしいとかっていうような目的を持って書いているものなんですね。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとこの4つの福音書の特徴とか、あるいは、そこで強調されている事柄についてはこれから時に応じてお話をしていきたいと思いますけれども、で幸いなことにこの4つの種類の福音書があるということですね。で、この4つの種類の福音書は少しずつ違っています。非常によく、最初の3つは非常によく似ています。4つは少し違っています。だけれども等しくイエスという人物を描こうとしている。4人の人物が違う角度から書いてますから、そのことによってこのイエスという人物が立体的に描かれているんですね。今でいうと、まあ、3D 映像のようなものですけれども、例えば私が死んだ後ですね、私のことを4人の人が書いてくれる、ね、1人の人はすごく熱心な牧師だったと、ここは笑うとこじゃないです、ここは笑うとこじゃない、書いてくれる。1人の人はすごくいいお父さんだったと書いてくれる。もう1人の人は遊んでばかりの亭主だったと書くかもしれない、亭主というともう誰か書いてくれてしまいますけども、ある人はとっても熱心な先生だったと言って書いてくれるかもしれない。私という人物を描こうと思ったらですね、一人の人間の目じゃ描けない。私のようなものでさえそうなんですから、世界の歴史を揺るがしたイエス・キリストという人物をですね、一人の人間が描けるわけはないんですね。これはやはり神様のご計画だったと思います。そしてマタイもマルコもルカもヨハネ、非常に個性的な描き方をしております。私たちはこの4つの福音書をつぶさに読んでですね、あるいは比較しながら読んで、時には言語も紐解いて、このイエスという人物の実像に迫っていきたいな、ドキュメンタリータッチで描いていきたいなと思っているわけなんですね。しかし最初に言いましたけれども、読むだけで分かった気になっちゃ絶対いけないんです。それは知るということにはならないんです。ああ、イエス様はこう言われたのか、こういうことをされたのか、こんな紹介だったのか、ね、で、こんな弟子がいたのか、それ知ってるだけではですね、これ情報として受け取っただけでは何の意味もありません。実際にこれを体験してみなきゃいけない。どうやって体験するかというと、これはイエスのように生きてみる。イエスのように生きてみることによって、私たちはこのイエスという人物を体験することができる。イエスが言ったように言う、イエスが口に出したその言葉を真似る、その言葉を用いる、イエス様が言われたあの時にこう言われた、私もじゃあこう言ってみようじゃない、イエス様があの時このようにされた、じゃあ私もこうしてみようじゃないか、その言葉を真似る、行動を真似る、実際にそれをやってみることによってですね、私たちはイエス様と私のその
落差も感じますけれども、しかし、ああイエス様は、イエスという人物はこういう人物なのか、こういうところが確かに素晴らしいところなんだ、あこうすればいいんだということでですね、この単に知識として知っている以上の恵みが私たちに与えられるわけですね。そしてその言葉や行動だけではなくて、その姿勢を真似る、最終的にはここに至ると思うんですね。武道でもですね、最初はこの叩いたり投げたり受けたりっていうそのことをやりますけれども、最終的にはもう立ち方で決まるっていうんですね。剣道の強い人なんかは竹刀を構えたまま5分でも10分でもびくともしないですね。もう立ってるだけで分かるっていうんですよね、相手が強いかどうか。動けない。私たちも最初はイエス様が相手からこうやってみようとか、イエス様がこういうふうにされたからこうしてみようかとかいうことで、いろいろうまくいったり失敗したりするかもしれませんけど、最後はイエス・キリストのようにイエス・キリストのような姿勢を持つということに至れるんじゃないかということをですね、感じております。 What would Jesus do? ですね、 WWJD というこの頭文字を書いた言葉が随分前から流行っておりまして、それが書いたなんかリストバンドであるとかネックレスであるとか、そういうものを持った外人がたくさんおります。イエスならどうするかっていう言葉なんですね。イエスならこんな時イエスならどうするか、これはですね、今年私たちに与えられている課題なんです。こんな時イエスならどうするか、私ならどうするかって我々いつも考えてるんですね。こんな時イエスならどうするか、こんな時イエスならどういうか、こんな時イエスならばどういう姿勢を持つか、これがイエスを知る一番良い方法だ。イエスを知ることによって私たちはどのようになっていくのか、イエスを知ることは私たちにどのような影響を与えてくれるのか。まず何といっても間違った人生をやり直せるということ。イエスを知ることは私たちの人生をやり直させてくれる。この世では人生を生き直す、やり直すということは非常に難しいことです。もう過去にこんなことをしてきたし、今まではこうだったからもうこれからもこうだろう、我々考えますね。もう今日からいきなり私はすごい人にはならないよと、私人生は変わらないよ、今までこうだったんだからもうダメだよ。イエスを知ることによって変われる。イエスを知ることによって私たちの人生は今日から変わる。誰でもキリストのうちにあるならば、何ですか？全て新しくなる。あの新しくなるというのは創造されるということなんですよ。キリストのうちにあるならば新しい創造がある。作り変える、ちょっと手直しをするということじゃない、ね、ちょっと化粧が変わるとかそういう類のものではない。もう造作が基本的に変わるっていうんですね。そういう再創造なんです。イエス・キリストを知ることによって今までの人生とは全く違う人生が、で去年、バラオミッションの中島哲夫先生をお呼びして、10周年の記念の集会をいたしましたが、とてもあの人が昔元ヤクザだったとは思えなかったですね。いまだに信じられない感じ、私よりよっぽど牧師らしい感じがする人でした。なぜか、イエスを知ったからですね。イエスを知ったから人生がやり直せる。イエスを知ることによって私たちの人生は変わります。変わらなければイエスを知ったことにはならない。昨日と今日が違う、イエスを知ることによって違う今日がある、違う明日がある、違う明後日がある。
今日こうして皆さんにお会いしているこの表情が、来週私がここに立った瞬間に全く変わってしまっている、どうしたんですかと私が聞きたくなるような、そういう変化がイエスを知ることによって起こるんです。それがイエスのすごいところ。それは劇的な変化。そして間違いのない人生を生きることができる。これが素晴らしいことですね。イエスを知ることによって私たちの人生には間違いがない、迷う必要はない、失敗がないんです。イエスはこの時どうされるだろうかと思って、そしてそのように行っていくならば、私たちの人生には間違いがない。今までの人生を振り返って、あんな間違いもした、こんな間違いもした、あの時こうしなきゃよかった、この時ああしなきゃよかったと思うことはたくさんあるでしょう、ね、イエス様を知り、イエスのように生きることによって、その後悔や間違いは、ね、一切なくなります。いや、不思議なことに、ああ過去にあんな間違いをして失敗したなと思うことさえも間違いや失敗ではなくなるっていうんです。ああ、あれも恵みだった、これも恵みだった、あれもいいことだった、これもいいことだったって言ってですね、イエスを知ることによって、実は今日や明日だけではなくて過去も変わるっていう、これがイエスを知ることの大変素晴らしいことである。ペトロが先ほどの2節の中で、イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられると言ってますね。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられる。イエスを知る、ただ情報と知るだけではなくて、イエスのように生きていく、イエスを体験していくことによって、神の恵みと平和がますます豊かに与えられる。体験していく。神様がいかに素晴らしい方か、神がいかに私を愛しておられるか、神がいかに恵み豊かな方であるかということを、イエスのように生きていくときに私たちは知るんです。他に方法はないんですよ。平和がますます増し加わっていく、他に方法はないです。イエスのようにみんなが生きていく以外に世界に平和は来ないんですよ、絶対。いくら爆弾を落としても、いくら折衝をしても、いくら交渉をしても、誰が出てきても世界に平和は来ないんです。唯一イエスのように生きていくこと以外にないんです。世界の人たちがイエスを知って、イエスのように生きていってくれれば、世界に平和を訪れる、間違いなく。みんなそう思ってます。みんなそう思ってる。だけどなかなかできない。だけどそうすればいいんだということが分かってるっていうのはすごいことじゃないですか。どうすればいいんだろうか、どうしたら私とあの人の間に平和が訪れるだろうか、ああすればいいんじゃないか、こうすればいいんじゃないか、ああ言ったらいいんじゃないか、こう言ったらいいんじゃないか、いろいろ考えしておりません。イエスのように生きていけばいい。あなたがイエスのように生きていけば、そこに平和が訪れる。ああ、あんた私の人生はついてないんだろうか、つまんないんだろうか、嫌だな、あれだ、これだな。イエスのように生きていくときに、神の恵みがあふれてくる。神の恵みが私たちの中に満ちあふれてくる。これがイエスを知ることの素晴らしい影響であります。最後に内村勘三の話をしたいと思うんですけれども、これはちょっと、すみません、ちょっとこれ出したいんですけどね、これいいですか、これこのかぶってますけどもね、多分見えると思いますが、ちょっと字が小さいですけどね、皆さんも内村勘三という人の名前は何度か耳にされたことがあると思いますけれども、生まれは江戸時代ですね、明治の人でありますけれども、有名な札幌農学校、クラーク博士が10ヶ月教えました、あの学校の2期生でありまして、ち
直接クラークからは学んでおりませんでした。しかしクラークの感化を受けた先輩たちからキリスト教の信仰を学んで、後にアメリカに留学した時にですね、彼は信仰を持って受洗した、洗礼を受けた人であります。まあ、彼についてはあまりもう話をして長くなりますので、まあ、これも時々出てくる説明をする必要があると思いますけれども、まあ、日本のキリスト教の基礎を築いた人物の一人であることは間違いないですね。特に今、まあ、無教会派と言われている世界でも大変珍しいキリスト教のグループの創始者でありますし、まあ、それだけではなくて、この思想家として日本の基礎を築いた人物の一人であるとも言われております。彼が、強調したことは、この2つの J ということなんですね。これは内村鑑三の言葉ですけれども、自分は2つの J を愛する。一つはジーザスクライスト、イエスですね、イエスの J であり、一つはジャパン、日本の J ですね。で、二つの J、イエスと日本、そのどちらかを、どちらをより多く愛するか自分は知らない。自分はイエス、ジーザスを信じるがゆえに日本人に憎まれ、またあまりに日本的であるがゆえに欧米宣教師に嫌われる。この辺が面白いですね。しかし私は2つの J、イエスと日本を失うことはできない。で、なぜ、まあ、彼の話をしているかといいますと、彼はこの1つ目の J であるイエスという人物を本当に愛して、終生学び続け、その足跡に従い続けようとした人物です。同時にですね、彼はこのイエスが日本に必要だと言った人物ですね。彼は日本を本当に愛しておりました。日本にはジーザスが必要だと、あの文明開化の中でですね、これからの日本にはイエスがいなきゃいけない、イエスがいなかったら日本がいくら近代化しても、いくら欧米に近づいても、いくら力を持っても何の意味もないと言って言い繰り返して言ったんですね。その通りになりました。イエスを知らないで、ただただ文明や文化だけを花開かしたこの国は、まさに骨抜きのですね、なんかブヨブヨとしたおデブちゃんになっちゃってですね、もう気がついたら金の虜で、何一つ自分の力で判断することができない、何一つ自分の足であることはできない、実に愚かしい国になってしまった。だから今内村鑑三が生きていたら嘆いたと思いますよ。本当に嘆いたと思います。このジーザスが日本に必要だっていうことは、彼がですね、洗礼を受けたときに、25歳ぐらいだったと思いますけれども、彼の聖書にですね、こういう言葉を記したんですね。To be described upon my tomb. 私の墓にこう書いてくれ。I for Japan. Japan for the world. The world for Christ and all for God.それは、我は日本のため、日本は世界のため、世界はキリストのため、そして万物は神のためにということなんですね。この視野が広いですね。この視界の広さっていうかね、もう感動しますね。もう今日どうしようかなとか、この先どうしようかなとか、ね、あのもうなんかこう、ちまちまとしてはですね、目先のことにとらわれてぐじぐじしてるっていう感じがね、全くない。本当にこう晴れ晴れとした広い空を見ているような言葉だと思います。私は日本のために、私は日本のために生きる、日本に生まれて、これアメリカで書いてるんですよ。でも日本に生まれて日本のために生きる、でも日本は世界のためにある、こういう言葉をね、小泉首相に言ってもらいたいですね。日本は世界のためにある、世界のために行こうじゃないか、世界のために働こうじゃないかって言ってほしいですね。ただなんかどうやったら景気が良くなるかとか、どうやったら暮らしが良くなるかとかね、そういうなんかこう目先のことばかり言ってるから誰もついていかないんですよ。でも
今からそれこそ100年ぐらい前ですね。内村鑑三、一人の若者ですよ。20代ですよ。日本は世界のために張るって言った。しかし世界はキリストのためにある。世界はキリストのためにある。そして万物は神のためにある。世界はキリストのため、万物は神のためにあると言ってですね、この彼の 何千グラムかの脳の中に世界が見えて、万物が見えて、でもそう彼を叫ばせたのは何か、イエスという人物だ。イエスという人物と彼が出会って、本当に彼の生き方がそこで決まったんです。私たちは内村鑑三のようにかっこいいことは言えません。でも彼と同じイエスに会うことはできる。彼のように世界は見ることはできないでしょう。でも私たちの小さな世界の中にこの言葉を、私はこの人たちのためにある、そしてキリストが今ここに、この人たちはキリストのためにいる、この私とイエスというこの関係をですね、全てのことの中に持ち込んで、全てのことの中にこのイエスが働いておられるということを感じて生きていけるかどうかというところに、私たちの作り出す世界が変わってくるんです。イエスは飾りではない。イエスは立派でかっこいい人物ではない。イエスは私たちのこの心のど真ん中に、生活のど真ん中に、このドロドロとしたどうしようもない醜い世界のど真ん中に入ってきて、そこに輝かしい光を与えてくださる方、私たちにもそれができる。私たちももしイエスを知り、イエスのように生きていこうとするならば変わります。私が変わり、私の世界が変わる、そして世界が変わる、そう確信します。世界が変わる、私が変わる、世界が変わる、あんまり変わりそうにないな、ね、もうそう思った時点でダメなんですよ、ね、もう私が変わらないのに世界が変わるわけないとかね、我々それ逆考えてますから、世界が変わってくれれば私が変われると思ってるでしょ。違うんですね。私が変われば日本は変わる、世界は変わる。なぜならそこにイエスがおられるから。私が変えるじゃないんです、イエスが変えるんです。イエスが私を通して働き、世界を変えていくんです。この2つの J を、ジーザスとジャパンをですね、私たちの心に据えながらこのイエスを知っていきたいと思うんですね。今からイエスを知る旅に共に出ていきたいと思います。そしてイエスは何と言われたのか、どうされたのか、どういう姿勢だったのか、まだ知らないですから、あんまりよく ね、もういきなり今日からですね、もう私はイエスを全部知ってるということには絶対ならない。でも少しずつ断片的に知っている知識があるわけですから、そして何よりもイエス様、あなたが今どうされますかって一言の祈りが違うんじゃないでしょうかね。その小さな一言の祈りが私たちを変え、私たちの世界を変えるはずです。いや、お前まだあまり聖書読んでないから教えられないよなんてことはおっしゃいませんから、そんなケチな方ではありませんので、その奇跡を私たちは体験していきたいと心から願います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父よ。